1914年第1次世界大戦が勃発その時日本は第一次世界大戦が始まったのはちょうど日露戦争で日本が勝利を収めて約10年後でした日露戦争で勝利を収めた日本は東アジアでは最強の国家として認められていましたしまた国際政治の中でも有力な国家として頭角を現しつつありました。 しかしながらそうは言っても国民生活の水準というのはまだまだ低かったですし一例を挙げますと当時のアメリカの GNP のおそらく分分のののかから1 15ぐらぐいいししなななよようなそのようそ国家でしたしかしながら日清戦争日露戦争に勝利を得たことによって非常に強力な陸軍と海軍を持ちまた有力な国家の一員となったという国民的なプライドもありそしてまた台湾や朝鮮を保有する植民地帝国でもありました。 この時代っていうのは要はその国内内はですね立憲主義で外は帝国主義と言われた時代でありまして国内的にはその民主主義の形がですね徐々に、まあ、作られていくというような時代であって国外外の方はですねそのだんだんその対外膨張主義というか帝国主義的な方向に走っていくという時代でありました。 で日露戦争が終わりますとですねその国民の間に要はその日本っていうのは東洋の一等国であるというようなその認識がかなり広く浸透しましてですねでそこでそのちょうどその日露戦争の後1907年にですね帝国国防方針というのが定められます。 でこれは初めてその日本の戦略というものを文書にしたものなんですけれども陸は北進要は大陸の方向に向かって進むで海は南進要は南の方向に向かってですね進むということがですね国策として定められるわけでありますまあそういった時代でありましたこうした背景の中日本は日英同盟を口実に 第一次世界大戦に参戦しドイツに宣戦布告その本当の思惑とは当時ドイツというのはその中国の三島半島を、まあ、拠点に青島、まあ、というところを拠点にしてたわけでありますけれども、まあ、日本はですね第一次世界大戦をきっかけにですねその中国への足がかりを作りたいというやっぱりその膨張主義的なところが非常にあったわけであります。 で日本からすれば第一次世界大戦の勃発というのはですねこれまたとないチャンスと移ったと。でイギリスは最初ですねその日本に参戦してくれということをまあ打診してくるわけでありますけれども、まあ、日本は渡りに船でですね、えー、三島半島のチンタウというところをまあこれはイギリスと一緒に攻めたんですけれども日英連合軍がですね青島の戦いをやってドイツの権益をまあ奪い取るわけであります。 日本はさらにドイツが太平洋に持っていた南洋諸島を奪取日本国民は第一次世界大戦を好意的に受け入れる第一次世界大戦が始まった時日本では大正の天佑という言葉が流行いたしました天佑すなわち天の助け天の恵みという意味です確かに日本はこの戦争で極めて少ない損害で温大な領土的な収穫またその経済的に潤う そしてまた国際的地位が向上するあらゆる意味で日本にとってこれは極めて恵まれた戦争だったわけなんですけれどもしかしながら短期的にはこれは転移だったかもしれませんが総力戦の恐ろしさというものを認識できなかったという意味ではこれは長期的には日本にとってためにならないことだったのかもしれません。総力戦それは国家の存亡をかけた戦いを意味する。 総力戦英語で言いますと「トータル・ウォー」ということなんですがこれは要するに戦場において軍隊と軍隊が戦って勝敗が決するというそのような戦争ではなく国家が持っている経済力政治力外交力文化的な発信力国民に対するプロパガンダ動員能力宣伝能力そのようなものが全て発揮されてようやく戦争の勝敗が決まるそのような総合的な戦いという意味で第一次世界大戦は画期的なものでした。 それに対して日本は遠くにいて部分的にしか戦闘に参加せず極めて少ない損害で戦勝国になることができたその点で総力戦の恐ろしさ総力戦というものを安易に考えてはならないというそのような実感を日本が持たないまま戦勝国になったというところにその後1920年代30年代のいわば日本の満身が現れる兆候があったという気がいたします実は外務省や日本の陸海軍はかなり ヨーロッパののの戦争の様相といいいうもをを捉えていてて詳細な研究をしていますただ問題はやはり一般国民が経験することがなかったという意味でそのような貴重な知識が本当に一握りの専門家の間だけでしか共有されなかった広く国民的な感覚として広がらなかったというところに第一次世界大戦が持つ日本における特殊な意味があると思います。